リラックマ。リラックマは 3X で近藤脇によってデザインされたキャラクターである。2003年、平成15年9月に第1号グッズの販売を開始。商品コンセプトとしてはリラックマの生活を再現したシリーズという形式が取られている。例えば初期の代表シリーズとしてアウトドアシリーズがある。これは黄色い鳥に たまには外でアウトドアでもしろと言われ、部屋の中で寝袋に入って、気分だけアウトドアしている様子を再現したものである。なお、リラックマが外出するという設定のシリーズは、2008年の、お外で転びシリーズで、初登場し、それ以降も外出を伴う、設定のシリーズが数本制作されている。また、リラックマキャラバンと称し、各地のゲームセンターや、キディランドに、 リラックマが現れるイベントもあり、ファンとの交流も多く行われている。ラテン文字表記については、当初はリラックスマと表記されたこともあったが、2012年現在はリラックマにほぼ統一されており、商標登録もリラックマで行われている。ここでは原作者の人物紹介での表現を踏まえ、らしい、よう、であるも使っている。なお、ここでは、 原作者が考案したキャラクターのみを紹介する。カオルさん宅にある日突然やってきて居候ううさせてもらっている着ぐるみのクマ。背中にはファスナーがあり水玉模様の布地が覗くことがある。着ぐるみの裏地も水玉模様の布地がついている。半開きのファスナーと水玉模様は絵本リラックマ生活シリーズのカバーを飾っている。また着ぐるみにはポケットもついている。 その中身や正体はわからなく、年齢はない。苦手な季節は夏。絵本などでは、たまにカッパやウサギ、牛など、クマ以外の着ぐるみを着ているらしいシーンも描かれる。また、普通の色、茶色ではなく、灰色の着ぐるみを着たこともあり、絵本では、マスカラとチークを使って、お化粧をしているイラストもある。クマの着ぐるみは購入しており、 予備がいくつかあり時々洗濯して干している。縮んだり、古くなったりし、ゴリラックマにアップリケをつけられるなどのいたずらをされることもある。頭の部分も着ぐるみであり、予備もあるが洗っているのか、わからない。耳は、寝癖がつき、自在に耳は動かせ、掃除機に吸われたり、強風で耳が取れたりすることもある。好物は、団子、ホットケーキ、オムライス、プリンなど。 辛すぎるものは苦手。寝たりゴロゴロすることも多く、カオルさんの黄色いビーズクッションがお気に入り。趣味は、テレビ鑑賞、音楽鑑賞、温泉など。音楽はクラシックなど、ゆったりした音楽を好むよう。名言は、アクセクしたって始まりませんぜ。できるならずっとダラダラしていたい。孫ゆるりとなどがある。黄色い鳥とカオルさんに話しかける際は、基本的に敬語。 丁寧語で話す。一人ごとも丁寧語、コリラックマにも丁寧語である。一人称は、私である。耳の部分が、カステラでできていると嘘をつき、コリラックマと黄色い鳥に耳に噛みつかれたことがあるが、後で嘘だと白状した。そして、再度同様の嘘をついた際、耳にバニラエッセンスを振りかけ、その匂いで信じ込ませようとしたこともある。その後、リラックマの耳に、 蝶や蝉やトンボがよく止まるのを見て、黄色い鳥がなんでできてるのと聞いてきた時にカステラですってば、と答えている。喜んだり悲しんだり、カオルさんに怒られたのか半泣きだったりもするが、決して怒りの感情をあらわにしないキャラクター。2006年、平成18年秋には3周年記念で、実物をぬいぐるみが限定発売され、 体長は165センチメートルであることが明らかにされた。カオルさんが家で飼っているペットの鳥、リラックマが居候を始めてから自分でカゴから出てくるようになった。散らかしてばかり食べてばかりのリラックマとコリラックマのせいか、掃除などの家事をこなすが、コーヒーを立てるのが苦手。大変貴重面で綺麗好きだが、ややせっかちなところもある。 気度哀楽がはっきりしておりよく起こっているが、器用ではっきりものを言う世話役であり、決して八つ当たりをしない。自分のピンチには解決や助けを待ち、静かに耐えている。犬や猫が怖い様子で逃げ回ったり隠れたりしている。いわゆる突っ込み役である。だらだらしているリラックマをよく知ったしており、リラックマの相変わらずの怠けぶりに困っている。とはいえ、 リラックマと一緒にリラックスしたり、コリラックマにいたずらされたり喧嘩したり、一緒に遊んだりしている姿もよく描かれる。本人は飛べるもんと主張しており、いつも足で駆けずり回っている。貯金、掃除などが趣味。何かに感動すると、わーということが多い。二月ガラス瓶を貯金箱にしている。リラックマが現れてからは、カオルさんにも頼りにされているらしく。 家の中で自分に対する一番の理解者だと思われている。掃除中に見つけたコインを貯金するのが何よりも楽しみである。カオルさんから掃除のおだちんももらうこともある。掃除をしている時にタンスの隙間からいつもありがとうというメッセージが書かれた紙の上に500円玉があるのを見つけた時はカオルさんと涙を流しながらその500円玉を磨いていたこともあった。 他の楽しみは、座っているリラックマを山に見立てて、熊登りをすることと、二本の頭の毛をお手入れすること。原則、セリフはすべてカタカナ表記になっている。よく本を読んだり勉強したり、チャレンジしたり、練習したりしている。カゴから出るようになってからは、鳥の友達もいるようである。よくコリラックマにいたずらされる。背中にマジックで落書きされたり、 アヒルのラジコンで追い回されたりとかなり散々な目に遭っているようだ。コリラックマによるとその理由はいたずらに対する反応がリラックマよりも抜群にいいからというらしい。リラックマ生活3は黄色い鳥が主役の絵本であり大事に印が惹かれ鳥だよりとなっている。見開きごとに黄色い鳥のメッセージが書かれていて そのほとんどが読み手を励ましてくれるような内容になっている。またこの絵本のイラストからリラックマたちとの生活の中での黄色い鳥の貴重面差や気度哀楽ぶりを楽しむことができる。2004年平成16年8月に新キャラクターとして登場。どこからともなくやってきた謎だらけの白いクマの子。黄色い鳥によって小さなリラックマ、コリラックマと命名された。 幼い子供のようである。いたずら、特に落書きが好き。やんちゃで、リラックマや黄色い鳥が被害に遭う。リラックマが寝ている時に落書きしたり、背中のファスナーを勝手に下げ、リラックマの耳や頬を引っ張ったりして、リラックマに、コラコラなどと怒られることもある。また、エープリルフールの日に、黄色い鳥の髪の毛をテープで後ろに貼り付けるといういたずらをしたこともある。ママごとのように、 黄色い鳥を抱いたり世話を焼いたりする。意地っぱりなところがあり、遊びに夢中になる夜を徹して、のめり込んだりする。普段は一言も喋らないが、イチゴシリーズでハート型のイチゴを見つけた時に、あったと言ったり、森のリラックマシリーズでリラックマにリンゴを渡す時、はいと言ったり、最近はわずかだが喋るようになってきている。リラックマの言葉を真似することもあり、例えばリラックマが、 アクセクしたって始まりませんぜというと、コリラックマが、ませんぜと真似をする。他にも、リラックマが、まさにデリシャスというと、シャスと真似をする。見た目は、クマのようだが、胸には赤いボタンがついており、胸の赤いボタンは、ほつれたら縫い付けても大丈夫で、本物のクマではないらしい。ただし、リラックマのような背中のファスナーはついていない。リラックマから、君は、 どこのクマくんと聞かれており、もともと知り合いでもないらしい。好物はイチゴ、リンゴ、サクランボ。実は、イチゴの甘さを見分けられるらしい。泳いでいる金魚の動きをピタッと止める特技も持っているようだ。アヒルのラジコンやペンギン、やんちゃな毎日シリーズで登場オートバク、おやすみシリーズで登場のぬいぐるみ、芋虫のおもちゃを手に入れ、気に入っている様子。 趣味に音楽鑑賞があり、見た目にそぐわない激しい曲を好むようである。音楽を聴くときにはヘッドホンで聴くことが多い。また、ピアノも弾けるようである。割った卵をボールに入れることができないらしい。だらだら、ファンブックでは遊びやいたずらには熱心な点を引き合いに、その集中力を活かせば、料理だってきっと上手に。とコメントされている。 風船ガムを噛んで膨らませることも苦手らしい。羊、お休みシリーズやウサギ、やんちゃな毎日シリーズ、牛、お外でゴロンシリーズの着ぐるみを着用することもあり、毎年末に販売される、印刷するだけ年賀状20年、主婦生活者では、エトの着ぐるみを、リラックマや黄色い鳥と共に着用する、年賀状が用意されている。また、お風呂に入るときは、 ピンクの水玉模様のシャワーキャップを、いちごを積みに行くときは、赤いズキンをかぶっている。東京都内で働く25歳の OL、一人暮らし。絵本の冒頭の詩や、紹介でその文章やシルエットから明らかにされるだけで、リラックマのイラストに登場しない。いきなり現れたリラックマに最初は戸惑ったが、その癒し系キャラから気がついたら、世話を焼いていた。 リラックマのリクエストのせいで、卵料理の腕が上がった。コリラックマたちに羊の着ぐるみを作ってあげるなど、なかなか器用なようである。リラックマと同時に、その存在が表現されることはないが、絵本で一二度、カオルさんの声で、リラックマがたしなめられたり叱られたりしているように、解釈できるシーンがある。以下のリラックマグッズの専門店が存在する。なお、 サク x の他のキャラクターのグッズも販売されている。サク x の新キャラクター、すみっこブラシをプラスしたショップ。2009年現在、累計市場、全商品の総売上げは1000億円。ク x が発表したキャラクターとしては、タレパンダ、1999年から2000年の2年間で700億円をしのぐ、市場規模となり、ロングランのヒットキャラクターとなった。 2009年現在、アイテム総数は約1万点、内自社キャラクターは800種、ライセンシー契約は120社、関連書籍の総売り上げは273万部。2005年7月、リラックマ生活は34万部、ダラ、ランヒよりは26万部、鳥田よりは22万部を売り上げ、シールブック2冊は計30万部を売り上げている。 キャラブック、角官とも、手書きタッチのイラストで構成されている。ここにいますはリラックマ、いつもいますは黄色い鳥、そばにいますはコリラックマが表紙になっている。リラックマ生活、角官とも、巻末に今度の後書き的なコメントが載っている。歌詞は今日のおやつは何がいいかなまた一人ごと言っている、となっており、リラックマと生活するように聞こえる。 各種のグッズ、関連商品展開が行われている以下、主な例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。